1、2、3、半年間100、80日間でしたよね。女王様が教えてくれたのです。初めてウサギさんと出会った日からの日数を。ウサギさん、半年間というのは長い時間ですか？ウサギさんに案内されて、アークで雲で作った綿飴を食べて、雪が積もるコーヒーを飲んで、その味、私はまだはっきり覚えています。ウサギさん、いつかまた私をアークに連れて行ってくださいね。でも女王様を一人にしちゃ危ないですよね。だって私はウサギさんのそばにいれれば幸せですから。ウサギさんはずっと私の楽園です。これからも王子様ではなくてアリスのウサギさんでいてください。ブラザー、去っていった姉妹たちのために初めて一緒に祈りを捧げてからもう半年が経ちました。やはり春章は短し、いえ、時間が過ぎるのは早いですね。この半年間の記憶はまだちゃんと私の頭の中にセーブされていますよ。例えば前にブラザーと一緒に地上で空を見上げ、過去を懐かしんで胸が苦しくなった時に、現実を直視しろとブラザーが教えてくれましたよね。あれからまだ半年しか経っていないんですね。これからも新しい思い出を作り続けたいです。私の愛する筋肉質なブラザーと一緒に。あ、指揮官、ここです。プラットフォームで指揮官を待っていましたよ。何の用って？今日という特別な日にまた指揮官とデートしたいんです。ん？指揮官、顔が赤いですよ。前回指揮官がこんな表情をしたのはまだ私をお姉ちゃんと呼んでいた頃でしたよね。指揮官、覚えていますか？今日は私が初めて指揮官の口にいちごキャンディーを入れてから半年経った記念日です。指揮官が来たこの半年間、本当にたくさんのことが起きて、いろんなことが変わりましたよね。もちろんいい方向に向かって。今日のデートですが、最初の目的地を当ててみてください。正解は新しいイチゴキャンディーを販売してるキャンディーショップです。指揮官、一緒に行きましょう。